神戸北野ホテルは、兵庫県神戸市中央区山本通り3丁目3番に、ある洋館風ホテルで、料理をメインとする宿泊施設付きレストランの形式を、取り、結婚式場も併設する。総支配人、総料理長は、山口博士。神戸北野の,の偉人館が立ち並ぶ一角に、美食をめで、心豊かなひとときを過ごしてもらう、というコンセプトのもと、 生まれた都市型オーベルジュで、セフの山口が、修行時代に、フランスブルゴーニュ地方の名店、ラコート、ドールのベルナール・ロアゾ時ジ記で、かつ、山口自身のオリジナルな発想による創作も、織り混ぜたフランス料理を提供するホテルである。山口は、神戸ベイシェラトンホテルタワーズのレストラン、ラコート・ドール神戸の料理長に抜擢されながらも、 1995年の阪神・淡路大震災に見舞われたことで、同レストランの撤退を余儀なくされたものの、自らがホテル運営法人を立ち上げ代表取締役に就くとともに、現在の神戸北のホテルを再建した。山口は日本では世界に比較し良いものを作る、生産者に焦点を当てられることが少ないと感じており、このため、兵庫県内を中心に料理人が、 生産地へ直接出向き、その土地の気候、水質、空気など食材が育成された環境までを感じ取った上で、素材の持つ美味しさを引き出すことを胸とし、品質の高さで定評のある神戸高研牛のほかタンバーカジャがバナナパインポークなどを使用した料理を提供している。神戸北のホテルは赤いレンガの外装で、部屋数はわずか30室だが、内装。 家具ともすべて異なり、レストランには自然光が取り入れられている。山口の脳裏には、このホテルを見た瞬間、師匠のベルナール・ロワゾーが、レストランの隣で経営していた料理屋のオーベルジュが蘇った。また、山口は、同ホテルでは厨房を出て、価値観が変わり、主役と思っていた料理が、実は脇役の時もあると知ったと話している。2011年には、 世界的権威のあるホテルとレストランで作るルレーシャ島への加盟が認められると同時に山口がグランシェフの称号を得る。これはアジア初であった。出店、出店。ありがとうございます。